わあ、海賊船かっこいいな。セオリー、何見てるの？海賊船。へえ、本当にさ、セオリーってさ、海賊船好きだよね。いや、そうなんだよ。見て見て、これとかめっちゃかっこよくない？これ。うわあ、かっこいいね。ねえでしょ、うん、あ、海賊になって海賊船乗りたいなー。え、乗りたいの？じゃあさ。作ればいいじゃん。え、作れるの？うん、作ろう。え、作りたい。作ろう。やったー。ダンボールを使ってオリジナル海賊船を作っちゃおう。イエーイ。せーの、おはろー。ゆみちゃんです。セオリンです。イエーイ。はい、ということでですね、今日は、はい、これダンボールとテープなどを使ってめっちゃでかい、まあね、二人乗りよりもさ、もっといっぱいできるようなこと、隊員をね、増やしていきたいから、隊員これからね、そう、増やしていくから、それ用にいっぱい大きなのを作りたい。作ろう作ろう、早速。仕方ないから、海賊船が好きなんでしょ。大好き。いいよ、もうラブ、うん、って言いたいとこなんだけどさ、うん、なんかこの服装、なんか雰囲気出なくね？確かに確かに、そうだよね。そうだな、なんか海賊船といえばさ、やっぱ海賊。そうだよね、あのこういうフックみたいなやつつけたいなとか思ったり。あー、あるあるある、ね、あるよね、うん、私確かにこれバンダナとかつけたいなとか、いいな、思っちゃうよ。ね、じゃあてことで今日はジャンプすれば切り替わるらしい。あ、今日はあるんだ、うん、今日はそういう設定らしくて。いいよ、じゃあいくよ、せーの、はい、はいはいはい、見てみんな、見て見て、海賊なっちゃった。眼帯にイヤリングにこのバンダナに赤色、それと望遠鏡。大事だね。豪華じゃない？ほら、すごくない？どうしたの？見て見て、これフックだ。そう、ちょっとさ、手を変形したすぎた。フックで。そう、フックにした。すごい。ほら、これで作るの？これ作るよ。すごいやりにくいね。やめて、雰囲気作り大事。やがら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 やばいよこれ。やばくない？めっちゃすごいよ。はい、作っていきます。ゆめちゃん、眼帯どうしたの？はい、眼帯どうしたの？あんな片目だけでさ、綺麗なの作るわけないじゃん。なんだその指輪もすごい邪魔だ。俺指輪取っちゃった。よし、オッケー。ちなみに、ダンボール2種類あるんだよね。1枚ものペラペラと、そう、ゆめちゃんが調達してくれたこのガチダンボール。そう、箱ができるダンボールの2種類あります。よし、あとなんかダンボールをくっつけるためのなんかガムテープだったりハサミとかカッターとか色が良しとかその他もろもろあるので、それも使いたいと思います。はい、じゃあまず何、骨組みで、あると何、どんな大きさにするか。あー、だいたいこんくらいだよねみたいな。この壁3つ分。ちなみに階段とかを作りたいんだ。ダンボールってね、この表面だけでカッターで切り込み入れたら綺麗に折れるんですよ、半分ちぎれずに。ああ、なんかだからそれで、あの階段を作る。え、これ作ったらさ、どこ行くの？え、これ幻の島に行きたいんだよね。何なんそれ。波とか嵐にとらわれないように。え、なんか君だよ、航海士は。何？航海士は君だよ。航海士って何？あれあれ、あの波がこっちから来るから、あの線を切って、なんか舵を切ってみたいな。雑用ってこと？違うよ、ちゃんと天気とかを読んで、空気とかを見て、ちゃんと導いて。助手？存在。え、だからこれ、俺さ、考えたの見て、こうやってさ、そう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 。いや、ほら、ここもうさ、え、もう来たじゃん、もうこれで、ここもこういう感じ。すごくない？こういう感じ。柔軟性ある。え、なんかもうさ、海賊船に見えてきちゃった。え、これいいのできるんじゃない？できるかな。海賊ってさ、どういう喋り方するんだろうね。よう、ハルク、ここガムテープで貼っていくぞ。あれ、ハルク、やれ。船長もやるんだ。船長呼びしてくれた。宝の山に住んでるセオリー船長、手はフック。だろ。そう、見てみんな、これ俺らの海賊機、これ落ちてたから拾ってきたんだ、これ。こうやって衣装チェンジ、これで。あ、なんかいつものゆめちゃんになっちゃった。これで、あの活動しやすくなりました。よかったよかった。なんか全部切らない程度にちょっとだけ切り込みを入れるんですよ。これでパキッていきます。見てて、
せーの、はい、おお、よく見るやつだ。いい感じよ。すごい、そうやってできるんだ。頑張れ、せーの、いいじゃん、いいじゃん。ね、見て、みんな、柱。あ、めっちゃいいじゃん、なんかちょっと見えたけど。セオリンくらいの大きさ、180cm。で、これをここにこれつけて、あ、わかった。これ、穴開けて、こう、ぐすって差し込んだらいいね。すごい。うわ、これ、つかない性質なんだけど。ねえ、ハサミでグリグリするのか。あ、で、あ、すごいすごいすごい、いいねいいね。できたー。いいじゃん。いいじゃん。で、これさ、折れるよ、俺。じゃ、押さえてるね。そう。いいいいいい、めっちゃいいよ。いい、めっちゃいい感じ。なんか、もうちょい上。もう欲しいよね。うん。もう一個じゃ作るから、俺。できる？いける。よし、じゃあそうしようぜ。そうだな。高い方がいい。こうだよ、絶対。そしたら私、その旗の周りに、なんか輪っかみたいなの作りたい。なになになにそれ。なんか、ここにテーブルみたいにこう、コーヒーテーブル、コーヒーカップみたいにさ、ある、やる、作ろう。やりたくない？はい、土台ができました。ここでもう完璧。あそこに、操縦する場所を作るって感じですね。あ、すごい。だったらさ、あ、すごい。どうなって。じゃあ俺オリジナルの四角い操縦機にするね。ダンボールらしく。そんなのできるの、セオリン。いや、任せろ任せろ俺に。これを再利用して上に貼ります。あ、あ、はい、ふふ、ちょっとおしゃれにしーちゃん。お、あはははなんかしてるよ。なんか大砲とか置けそうじゃん。大砲、えっ、後ろに大砲、かっこいいね。ストライク。襲撃された。誰だ、おい、どうした、大丈夫か。襲撃された。なんか誰だ。なんかこのガムテープみたいなやつに襲撃された。大丈夫か。大丈夫か。私は大丈夫だ。本当か。無事でよかった。本当に大丈夫か。あ、大丈夫だ。本当に無事でよかった。無事でよかった。どうか。来た。大丈夫か。やめてよ。大丈夫か。どうした、どうした。皆さんに紹介します。かなりの時間をかけて完成させたセンターテーブル。じゃじゃーん、はい、結構ね、丈夫に作ったので、まあ軽いものなら置けるかなって思います。海賊船ってさ、なんかここにこう棒ない、なんかある。こんな感じで、なんかここに釣れるようにしています。釣るってそういうこと？釣りの釣るじゃなくて、あのライトとかさ、あればいいんだけど。あ、そういうことね、そういう釣るね。オッケー。ここちょっとライト、じゃあ黄色の画用紙で作ろうか。ただの段ボールよりかカラフルの方がいいさ。はい。これをうわ、めっちゃいいじゃん。やば、あ、そういう感じね、なるほどなるほど。ちょっと待って、どうなんだろう、見て、いらなかった。あ、置く、置いとくわ。置いた方がいい。オブジェになりました。で、今から装飾をしていきたいので、ここにドクロを描きたいと思います。ドクロってどんな感じだろう。こういうのはもうババッと。ひめちゃん、できたよ。できた。で、ハンドル、あ、めっちゃいいじゃん。四角いハンドルにした。あ、これ見なくていいね。見て、これドクロ、かわいい。はい、ドクロ一つ目描きました。ババーン。あ、いいじゃん、いいでしょ。かわいい。どっかに貼れそうじゃない。貼れそう。
え、ねえ、もうさ、え、ねえ、ゆめちゃん、ちょっとさ、見に行ってほしい。やばいよ、これ。やばい、やばい。人形館やば、これ。これすごいね。え、イカダ何色にしようかな。確かにね、イカダ何色にしようか。チャレ、もうダンボール作ろう。イカダじゃないわ。何や、違くない？何て言うんだっけ、これ。怒り。あ、怒りだ。怒りじゃなかった。怒りだ。塗りつぶしてやったぜ。でんでんで、めっちゃくない？あ、めっちゃ。よし。次任せて。何？怖い。何か。これは？これどうしよう。めっちゃいい。ちょっと写してみよう。天才。マジ天才。プロだろ。いいじゃん。ここまだ気をくり抜きたいと思います。あえてなんだ、いいね。あえてなんですよ。いいね、丸が難しかったとかではなく、じゃないんだよね。丸が難しかったとかじゃないんだよね。オリジナルを出してました。いい感じね。いい感じ。あ、で、ここ、次、テーブルです。そう、ゆめちゃんが一生懸命作ってるテーブル。はい、これテーブル。すごい。置いてます。
そう、僕たちがね、集めたお宝。これもライト。これほんとすごい、なんかこれライト、これやばい、マジで。なんか本当は、そこの先端につけようとしてたんです。あ、そうなんだ。思ったよりダサくて。え、でも全然可愛いよ。ほんとに？うん。わぁ、ちょっと引きで見てよ、ほら可愛いよ。いいんじゃない、なんか、ここら辺装飾したからさ。あ、結構いい感じかも、今、うん、全然いいよ。この最大の特徴言ってなくない？あ、そうだわ。ここなんと、ここ二人乗りです。え、乗れちゃうんですよ。はい、座ることもできる、はい、すごっ。え、すごいすごい、やったー。はぁ、え、めっちゃ海賊船感あるよ。やばくないこれ。あとなんかそんな船の先端に2人いるとちょっとなんかなんか知ってる映画になるんだけど。あ、やだ、ちょっと知ってる恋愛映画になるね。これよ、はい、私はちっちゃい方よ。なになに、爆弾銃撃、お敵に攻撃できます。どんな感じでやるの？この見ていっぱいね、ボールがたくさんあると思うんですけど、ボールが爆弾じゃない、爆弾が、はい、ちゃんと火の爆弾。これこれは火の爆弾って何？の爆弾は火だよ。せーの、はぁ、なんでだ、いけ、頑張れ。せーの、はぁ、せーの、はぁ、あ、どんなどんな、いいじゃないか。せーの、はぁ、すごい、あ、いいじゃないか、素晴らしい。よし、敵を撃退できたようだ。よし、じゃあこれに乗って、じゃあ新たな宝探しに行くか。そうだな、そうだな。よし、シオリン船長任せた。あ、本当か。私は地図を取る。あ、で、コンパスもやるかな。地図を取るって何？ちゃんとやるよ。テーブルから地図を取った。目的地はここよ。あ、ここか。じゃあ、まあまあまあ、まあ、今がここだから。あ、1ヶ月くらいは着くんじゃないか。そうね、そう、頑張ろう。よし、頑張るか。よし、よし。ということで、この動画面白いと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。他にも面白い動画たくさんありますので見ていてください。せーの、待ってるよ。よし、乗るぞ、よし、乗るぞ。これ誰、私は後ろを一回見ておくね。よし、じゃあ俺ここが、誰もいない、行くぞ。よし、じゃあ出航だ、出航、出航だ、行け、ポンポン、ポンポンじゃないよ。行け、行け、メガホンにしちゃった。よし。